はいどうも、哲学徒です。今日もディアブロイモータルやっていこうかなと思います。なんか表示が出てますね。メンテナンスですかね。10月29日の9時にサーバーが一時的に使用できなくなりますということで、あれなんですよね。なんかね、こう変な表示を押すとさ、こうカーソルがうまく合わなくなっちゃう問題、これなんとかしてほしいよね。まさにメンテナンスで、まあ大体ディアブロイモータルのメンテナンスは、水曜日の午前中に入ることが多いのかなって感じですね。売れてるんだね。まあ結構ね、イモータルも、サービスインしてからかなり、アップデートの方も積み重ねて、今日に至るっていう感じなんですけど、じゃあ今日はそうですね、そのアップデートとか、メンテナンスについてちょっとお話ししていこうかなと思います。なんかね、よくね、コメントとかでもいただく、ご意見として、私別にカスタマーサポートじゃないんで、なんていうの、別に私がサービスを代表してるわけでも何でもないんだけど、結構さ、意見とか、最初の頃は結構なんていうのかな、アンケートとかもたくさん取ってて、そこで書いた、内容とか、特になんだ、ベータ版で、言った、意見とか、そういうのって全然、実際のさ、正式サービスの方に反映されてないみたいな批判とかね、そういうのも、あるにはあるんだけど、なんだろうな、結構ね、私このゲームの、なんていうのかな、ユーザーからの意見を集めて、それをシステムに反映するまでの流れって結構長いスパンで、かかってるなっていう印象があって、大体なんですけど、サービスインしてから、一月目ぐらいに、上げてたような要望っていうのかな、それがなんか今になってやっと、反映され始めてるっていうのが現状かなっていうところが肌感覚としてあるので、基本的にはなんかなんていうか即時反映みたいなことは行われない、バグとかそういう場合はね、もちろん、されるんですけど、そうでない限りは、なんていうのかな。少し、時間経ってから反映されるって感じのイメージですね。なので、なんだろうな、思った以上にこう、反映まで時間かかるんですけども、なんかね、その理由も結構、もっともな部分もあると思うんですよね。一つはやっぱりなんかそのニーズって本当のニーズなのかっていうのは、ある程度、なんていうか、時間を置いてみないとわかんない部分もあるわけですよね。バランス調整した後、当初はもちろんその、変わったことに対する、批判とかそういうのもあるわけなんだけど、なんていうのかな、しばらくプレイしていく中で、そのなんていうかな、そのバランス調整がどれで本当の意味で、持ってた意味とか、あとなんていうのかな、ユーザーがそのアップデートに対して、なんていうのかな、新しい遊び方を見出していくとか、そういう部分の評価っていうのはやっぱりなんていうか、実装しただけじゃやっぱり把握できないんで、一定期間そういうものを置かないと、やっぱり、本当のニーズとか、本当の意味で、なんていうのかな、アップデートが、ユーザーにとっていいものだったのか悪いものだったのかっていうのの評価ができないからだと、おそらく思うんですね。ただやっぱり反応が遅いとね、ユーザーからするとさ、
なんか本当に声が届いてんだろうかっていう部分も、まあ当然あるわけですよね。私やっぱり一番ディアブロイモータル危惧している部分っていうのは、やっぱり新規ユーザーが入る仕組みっていうのかな。そこがちょっとまだまだ、足りないんじゃないかなっていうところがすごく感じられて、まあ、特に、なんだろうな、低い難易度での、仮想問題っていうのが、やっぱり、まあ、こういうチャンネルの中やってると、まあ、一番よく聞く話だし、なんていうのかな、結局今始めた人たちがレベル60になった後、なんか早速ヘル1に入っていくわけですけど、まあ、ヘル1に入ってもなかなかこうマッチしない、まあ、そもそも人がいないみたいな状態になっちゃってるんで、まあ、そこの部分なんかも結構きついかなと思いますね。やっぱりなんか最前線に人が集まっちゃってるので、まあ今なんかだと本当極端な話、ヘル4の歩兵はまあ多少立つにしても、やっぱりヘル5の歩兵がメインになってきちゃってるので、まあそれ以下の難易度で遊んでる人にとってはまあマッチしづらいっていうね、不満が出てくるでしょうし、まあ、そこ本当にね、難しい問題で、まあ早めに対処した方がいいのかなっていうところではあるんですけど、まあなんだろうな、まあ一つ兆候としては、まあ、先月末ですね、9月末に行われてた、まあ、なんていうか、経験値ブーストイベントみたいなものですね。ああいうものが、まあ、より充実していくとね、いいんじゃないかなとかっていうところも。ただ、まあ、ちょっとね、なんていうかな。本当にあのイベントだけで、まあ初めて始めた人が、まあ例えばパラゴンレベル1から、最前線の、200台まで追いつくっていうほどのバフじゃなかったんで、なんていうのかな、蓋を開けてみたら、まあちょっとだけブーストがかかるぐらいのねものだったんで、やっぱり後から来た人が最前線に追いつくのに、まあ短くても1月ぐらいかかっちゃうっていうところがやっぱりすごくね、まあ、問題だと思うんですよね。もちろんその最前線に行かなくても、なんていうかできるバランスっていうか、まあ、楽しみがあるんだったらいいんだけど、まあそうじゃないんだとすると結構、まあ、バランス調整としてはねやばいかなっていうところがあって、そこはすごくね、まあ感じてる部分ですね。あ、これもしかしてあれかな？そうですね。どうしようかな。デイリー報酬の方はもらえてる。まあなのでね、結構その意見反映までに時間かかる。だから、固定チームに対し、関しても、まあ、やっぱりその、現実と、なんていうのかな。現状って結構離れてて、まあ、やっぱり4人でも集めづらい。緩和されて4人になって、あと、まあ、固定チームのメンバーが4人いれば、ヘリクワリとかもね、できるようにはなってきてるんですけど、まあ、それでも足りないっていう要望もやっぱり、大きくて、私も実際やっぱり、アクティブにプレイしてくれてる人がね、まあ、4人以上いたとしてもなかなかその同じ時間帯にねヘリクワリできなかったりとかねすることもあるんで、まあ、そこら辺のところをいかにこう埋めていくのかっていうのはね、本当ね難しい問題だなと思いますね。ただまあおそらくなんだけど、今出してる要望っていうのかな、
まさに固定チームっていうものそのものがなんていうかなかなか難しいんじゃないかとかね、そういう意見っていうのもおそらく反映されるとなると、まあ3ヶ月とか、まあ、下手すると半年とかね、それぐらいの期間を置かないと、おそらくされてこないものになってくると思うんで、なので思った以上にまあ時間かかると思った方がいいかなと思います。まあなんだろうな、私自身がやっぱりそんなにディアブロシリーズってまあ対応の早いゲームではないんですよね、もともと。今までの歴代ディアブロ見てもディアブロ3なんか今の神ゲーと言われる状態になるまでに10年かかってるので、まあ、それを考えるとまあサービスインして半年でそこそこのねゲームに仕上げるというのはなかなか難しいのかなっていうところもあって、なのでなんかこの間ね、配信のタイトルにさ、曹操の言葉である、老騎歴に服し服すも、志千里にありっていうさ、曹操の、晩年に書いた詩をね引用したんですけど、なんかねそんな気持ちなんですよね。なのであくまでももうちょっとこう長い視野で見たときに、多分1年とか2年とかね、そういう単位で見ないと、なんか本当にこのゲームいいゲームになったなっていうのはね言えないような気がしてて、ただやっぱり問題はさ、携帯ゲームの市場って結構その移り変わりが早い、まあ廃れるのも早いし、まあ消えていくのも早いっていう業界だから、まあそういうスピード感の中で、まあ今までのブリザード的なスタイルでの、なんていうかな、何年かかけていいゲームに仕上げていくっていうスタイルが、まあ貫き通せるのかっていうのはちょっとね、怪しいところではあるなと正直思ってますね。だから、まあ、本当ね、最初の頃の日はね、すごく批判されるんですよね、ディアブロ。まあ、特にディアブロ3なんかむちゃくちゃ悪口言われてましたからね。だから、なんかね、そう。まあでもね、それをね、なんとも言えない。結局、なんだろうな、発売当初さ、むちゃくちゃチャットとかで、なんか、こんなクソゲー付き合ってられるかみたいなさ感じで言ってた人が、今やさ、いやこのゲームはいいゲームだと思ってたみたいなさ、なんかね180度手のひら返しして褒めてる姿とか見てるんで、おそらく今なんかさ、うちのチャンネルにもなんかねいますよそういう人、こんなクソゲーやってられるか、課金ゲーでやってられるかみたいなこと書いてる人いるけど、まあそしたらね、1年後2年後その人たちが何を言ってるかなって、ね、すごくね興味がある、正直言って。だからなんだろうな、まあそう言いたくなる気持ちもわからないではないけど、なかなかそこら辺が、まあ、時間がかかるものだから、あんまり急いでも仕方ないかなっていう感じで私はやってますね。まあ正直ね、このなんか毎日続けるっていうことに関しても、まあ、どこまで続けるかって別に特に決めてるわけじゃないんで、1日2日休むこともあるだろうし、まあでもね、やっぱり続けてる理由って結構ね、やっぱりこのゲームのやっぱりこのグラフィックとかさ、まあ戦闘システムが好きなんで、まあ続けられてるっていうところかなっていうところがありますね。なので、結構ね、そう。なんだかんだで、ずっとディアブロ、まあ特に3は長いかな、10年ぐらいやってるんで、
まあ、かなりね劇的に変化するタイミングって何年かに一度あるんで、まあ3みたいな感じに、まあ今はちょっとどっちかっていうとディアブロ3クローン的な感じのね匂いがするゲームなんで、まあただそれだとさ、まあ3やってればいいじゃんと、3の方がシステムの要素も多いし、楽しいじゃんって話になっちゃうんで、なのでやっぱりイモータルらしさっていうのかな、そういうものを目指して発展してくれたらいいなって、まあ思ってますね。だから、まあ、やっぱりなんかね携帯ゲームとしてしっかり仕上げてほしいなっていうのはやっぱりいつも思いますね。なんていうのかな、コンシューマー機 PC ゲーとしての、ディアブロっていうのはまあ正直そこに、まあ、対抗馬もいるわけですよね。なのでなんかそこを既存のゲームと競ったりとかするよりはもう、まあ、携帯ゲームとして一つ成立したハクスラー、まあ成熟したハクスラーに仕上げていくっていうのがね結構私はこのゲームがね発展する道として魅力的な方向なんじゃないかなと思ってて、なんかねやっぱりすごくね携帯でプレイしてると未だに文字もちっちゃいし、あとやっぱりドロップのバランスですよね。まあ、携帯ゲームの遊び方って、まあ、1回に遊ぶのってさ、まあ、10分とか、長くても30分ぐらいだと思うんですよね。連続で遊ぶのって。やっぱり30分の中でどれだけ成果が得られるかって結構大事な要素になってくると思うんで、まあ、それで比べるとなんかむちゃくちゃドロップ渋いゲームなんですよね。まだね。だからそこをもうちょっとこうまあ緩めに設定してくれてもいいのかなと思うわけですね。まあそうなるとまあ結局なんていうのかな、プレイしなきゃいけない時間っていうのがまあ短くなるので、なんていうのかな、サーバー滞在時間とか、まあユーザーの平均サーバー滞在時間とか短くなると思うんだけど、まあなんかそういうライトなゲームになってもいいと思うんですよね。まあ長時間プレイされてる方も、まあうちの視聴者さんにもたくさんいらっしゃるんで、まあそういう方にとってはなんかさ、そんな物足りないゲームになったら嫌だなとかっていう方もいらっしゃると思うんで、難しいところですけどね。まあだから PC 版、この PC のクライアントでプレイしてる、層にとって、手のやり込み要素っていうのも残しつつ、なんていうのかな、まあプレイヤーの社交心を満たすっていうかさ、やったこれだけ強くなれたみたいなさ、実感みたいのを短時間プレイヤーでも味わえるような形に、調整するっていうのがなんかいいような気がしますね。まあまた明日アップデートが入るんで、そこら辺も変わっていくかなとは思ってますけどもね。で、あとやっぱりね、このゲームすごく不思議で、まあ、PC 版でやってる時に私すごく感じるんですけど、ソフトがね、結構、動作がね、安定したり不安定になったりっていうのをね、繰り返してるんですよね。だから、そこもすごく心配。なんか、開発の仕方がすごく安定してなくて、なんていうのかな、まあ、例えば、携帯でやってる場合なんかだと、なんかあるメンテナンスアップデートを機にいきなりなんていうのかな、アプリが落ちやすくなったりとかね、戦闘に入った瞬間に重くなって落ちちゃうとかさ、まあそういう現象が起きてて、でしばらくしてまたその水曜日のアップデートとかを減ると軽くなるんですよね。で、あ、このバランス超いいなと思っててしばらくプレイしていて、とまた新しいアップデートが来てまた落ちやすくなってみたいな、でまあその落ちやすい状況がしばらく続いてて、まあしばらくするとまた軽くなってっていうのをね繰り返してるんで、なんかね難しいですね。まあおそらく昨日のアップデートをかけるときにまあなんかそれを結果として負荷も上がっちゃうみたいな、で、その負荷の対策をして、またアップデートをしてっていう感じの繰り返しになっちゃってるんで、まあ、そこら辺もね、まあだんだんソフト自体が成熟してくれば、
安定してはくるんだろうと思うんだけど、結構このコントローラー周りとかそういうところでも結構バグがちょいちょい、アップデートで増えちゃったりするときあるんで、まあ、そこもね、まあディアブロ3なんかも、まあもうね、あの直せないバグみたいのもあるんですよね。もうソフトの根幹にあるバグだから直せないものとかもあるんだけど、ただまあ、なんていうのかな、ゲームがのプレイの進行ができないような致命的なバグっていうのは全て、まあほぼ、潰しきられてるので、まあ許容できるっていうところではあるんですけどね。なので、まあやっぱり、特にやっぱり負荷関係、クライアントが重くなっちゃうとか負荷が上がっちゃう系のやつって、やっぱり、なんか、もう自分の携帯ではできないとかさ、そういう、まあ、コメントもいただいたりすることあるんで、そういうことにもつながっちゃうので、まあ、負荷関係に関しては、まあ、なるべく早く安定化してほしいなっていうところは、まあ、正直ありますけどね。まあ、でも、これぐらい頻繁にアップデートしてるっていうのは、かなりね、あの、熱心にやってくれてる会社だとは思いますけど。まあ、あとは、その遊び方の質っていうのをどこまでこう、さらに面白いものにできるかっていうところが、まあ、勝負なんじゃないかなっていうふうには感じていますね。そう、まあ、クライアントの安定化とかそういうところですね。あと、まあ、うちの配信の中でたまに見かけると思うんですけど、あの無音バグの問題とかね、あれなんかどうもグラフィックボードの、が、まあ新しいものでないと、そういう問題起きちゃうらしいんだけど、あの、スペックの問題じゃなくて、なんか、ある特定の世代だとダメですとかさ、そういうのあるらしいんで、まあ、それもね、はい。まあ、厄介な問題ではあるんで、あ、防衛戦一回出るんで。これは明日の配信とかでやっていきましょうかね、そしたら。そこら辺もね、うまい具合で調整ができるといいんですけどね。結構ね、あの、問責の方も、まあ、たくさん、あの、イベントが始まってからかなりね、配るようになったんで、まあ、ここら辺もね、まあ、こまめに拾っておくとかなり馬鹿にならない量になるんで、集めておくといいのかなって感じですね。まあ、どの調整をするにしろやっぱり、まあ、全てのユーザーのニーズは満たせないにしても、なんだろうな、まあ、なんか批判を恐れずにやっていってほしいなと思いますね。まあ、ただやっぱり火力の課金要素を、まあ、従来のハクスラゲーマーの方々が、まあ、求めてないのはもう事実なんで、もう、まあ、火力要素以外の部分で課金っていう形にしてほしいなとは思いますね。まあ、私全然コスメティック課金も嫌だとかっていう人いるんだけど、なんかそれはちょっととクリエイターに対しての多分意識っていうのがちょっと私と違うんだなとは思っていて、結構ね、こういうスキンとかこういうの作るのってお金かかるんですよね。だから、なんていうのかな、例えば2000円とかでさ、
コスメで2000円なんて高すぎるとかっていう方いらっしゃるんですけど、かなりね、私はリーズナブルに出してくれてると思いますね。まあ今さ、値上がりしちゃって3000円なんだけど、だから、なんかコスメ課金はいいんじゃないかなって思いますけどね。なんか逆に、今ディアブロスイって、まあシステム的にさ、コスメ課金追加できないんだけど、あってもいいとは思いますけどね。なんかそれによって、だって全然、不利益こうもらないからさ。まあ、ただやっぱ火力とか進捗に関わるようなものを課金にするのはやめてほしいなと思ってますけどね。そう、なので私全然ね、このゲームをディアブロ4、なんていうのかな、ディアブロ4へのつなぎみたいなゲームにしてほしくないなっていうのがあって、まあ、このゲームはこのゲームとしてちゃんと、完成させていく。で、まあ、ディアブロ3が出てからも、ディアブロ4が出てからも、ちゃんとプレイできるような形で維持していってほしいなと思って、なんだろうな。そうすると私は一体、何作品並行でプレイするんだって話になっちゃうけど、まあ、そこはね、まあ、正直、その時やりたいゲームを私はやっていくスタイルなんで、まあだってその01じゃないから、このゲームやってる間はこのゲームは絶対やるなとかさ、なそういう方たまにいるんだけど、そういうつもり全くないんで、なのでおそらく並行してやっていくことになるだろうし、まあもちろん頻度落ちちゃうかもしれないし、まあそれまでにそもそもこのゲームを配信してないっていう可能性も当然あるので、まあでも楽しめる限りはやっていこうというスタイルで、まあいますので、まああんまり大きな期待をせずに、見ていただけたらなと思ってます。さあ、じゃあちょっとこれ鑑定してみて終わりましょうかね。まあ、やっぱヘルゴ入ってからはなかなかなんていうのかな、まあゆったりとしか火力の方も上がらないっていう感じなんで、58か、お、いいんじゃない。あんまり上がらないですね。まあゆっくりやっていけたらいいかなっていう感じですね。お、すごいね、190までいってる人いんだ。やば。はい、そしたらね、また、紙アップデートを期待しつつ、明日もやっていこうかなと思います。はい、まあなのでね、まあ実際にこう要望を上げてから、まあそれがまあブリザードの方にちゃんと届いたか届いてないかっていう結果は、まあ3ヶ月ぐらい経たないと出てこないようなものなんで、まあなんていうかな、
送っても意味ないともちろん考えちゃうのも一つの考え方だけど、まあそれよりはまあちゃんと届いてることの方が多いと思いますので、まああんまりなんていうのかな、後ろ向きにならずに、まあ、出してみるっていうのがいいんじゃないかなと思います。はい、それではまた明日やっていきたいと思います。どうもありがとうございました。哲学でした。